さ、帽子かぶろうかな。こうしたらめっちゃいいよね。光めっちゃすごい強くない？ちょっとあれなんですけど、授業用ノート、え、絶対こっちの方が良くない？傘とか持ってこようかな。日傘。あー、黒い服のせい、それもある、もしかして。絶対こっちの方が良くない？なんかないかな。帽子も自分は、あ、お兄ちゃんの帽子持ってきます。ちょっと待ってて。よいしょ。ちょっとあんま部屋で帽子かぶんのよくないって言うけど、あ、いいじゃん。どう？帽子も、帽子かぶった。どうですか？ごめん、本当に超いい部屋着なんですよ、ごめんなさい。あの上だけしか映んないかなと思ったら、さすがのねズボンもね映っちゃったっていう。いい？こうしたらちょっと光すごいけど。はい、皆さんこんにちは。ちょっとショールーム久しぶりに、いつも久しぶりになっちゃう、やろうかなと思って。でもちょっと小腹が空いたので、まだ夜ご飯食べてないんですけど、絶対逆だよね。このフルーツを食べようと思います。食べちゃおうかなと思います。食べながらお話ししましょう。大好きなんですよフルーツ。今扇風機回してて、ごめんごめん。フルーツ食べます。やっぱ光がさ、いいか。じゃあキウイが大好きなので、うん、でもフルーツめっちゃ好きなんですよね。今言ったか。7月10日以来2週間ぶりのショールーム、ありがとう。マジそんな経ったんだ。すごいさ、これなんかついてるよ。あ、ついてない、これ違う、恥ずかしい。まあいいや。夏っぽくていい、ほんと。今一緒にピクニック来てる感。彼女とハッシュタグ彼女と一緒にピクニックナウ。あの、みんな元気でしたか？今日めっちゃちゃんとメイクしたんですよ。超ちゃんとメイクした。こんな久々にメイクした、あのあれ以来、劇場公演以来。ダメだ、思うがままに食べ過ぎてる。こちらですね、5種類の、なんて書いてある、5種類のミックス L です。あのちっちゃいサイズもあったんですけど、食べたくなっちゃって、糖分が欲しかったので。ですね、カロリー、エネルギー、カロリーですね、が131カロリーです。結構しますね、フルーツの割に。まあでもそうそう、糖分って必要なんで、生きるために食べますよ。これはこの、もうこのフルーツの香りが好きなんですよ。何が入ってるの？パイン、
キウイ、リンゴ、グレープフルーツ、みかんです。オレンジかな。なんかさ、室内でこうやってちょっと変だな、変な気もするし、ちょっと汗かいてきそう。帽子って蒸れるから、まあ外じゃないからいいかな。もうでもまだ梅雨ですもんね。これはローソンですね。今日はツインテールなんてしちゃって、なんかやっぱ一番楽ですね。あの髪が長くなったんで、その下ろしてると、ずっと下ろしてると、なんかんー、なんていうの、もう邪魔そう、邪魔なんですよ、とても。だからこうやってね、2つに縛ったり、ちょっと出勤感ある。そう、暑い、ほんとにツインテール聞きさするとさ、すごいあれだよね、子供っぽくなるよね、一気に。帽子あるからかな、暑い。ほら、なんかもう崩れた帽子ってね、これが嫌だよね。でも光すごいもんね、下ろしてると大人っぽく見える。ほんとに、そう、まあ下ろしてると大人っぽく見えるね。うん、2回言ったね今。4連休何してるの？もうあのお仕事がないのでですね、まあずっと家にいますねずっと家にいるずーっと家にいますよ、本当に。あ、でもあの宿題、課題やってるかも。偉いでしょ。こいつ怖いんだよな。あ、待って。すごい食べ方してるね、今絶対。お兄ちゃんがいます。今日も部屋からです。こんばんは、輪郭が好きですありがとうございます。お兄さんこんばんは、だって。こんばんはこんばんはってみんなはね、私のお兄ちゃんに憧れてるんですもんね。こんばんはって聞けた？聞こえました？お兄さんの声入るとブチされるの？え、そうなの？嘘、そうなの？そうなんだね、全然知らなかった。ちょっとやっぱ帽子かぶるわつか男の人の声だから、やっぱこっちの方が光の加減が良くないでしょうか。お姉ちゃんの声はいいでしょ。
ネガイちゃんのパパもバンされた。あ、そうなんだ。あ、これお兄ちゃんの帽子です。なんかお兄ちゃんの部屋がまっすぐ隣なんですよ。今あった通りあったんですけど、なんですけど、上にもう帽子セットみたいな帽子めっちゃ集めてて、それを1個借りました。ちょっと横向きに帽子かぶってみて。なんで？ちょっとやんちゃになるよね。ほら、いやもう髪の毛ボッサボサなんだけど、反対にしたいな。すごい髪の毛出てきた。いるよね、こういうこういうさ、前髪ボサボサいるよね。あ、全然映らなかった。サトシだ、タッソサセシサトシだ、サトシ。でもいるよね、なんかボーイッシュな女の子が好きな男の方。私もどちらかといえば、あのみんな女の子で魅力的だなと思うのはボーイッシュだったりとか、まあ、可愛い人ももちろんだけど、女の子のショートカットが好きでしょ。で今の須田さんとかもドンピシャ。皆さんはどっちが好きですか？ショートカットかロングか。みなみちゃんぐらいのショートカットいいよね。わかるわかるわかる。なんかショートすぎない、なんかボーイッシュって言ったのはあれだけど、でも私一回さ3年前2年前ぐらいにショートカットしましたよね。ショートカットっていうショートカットじゃないけど、もうこんくらい、もう肩つくかつかないかぐらい、めっちゃ短かった。またやりたいですね。2年前か。誕生日ぐらい。なんかさ、これ食べると、このし、なんだろう。この動きで、こうやって、どんどんこうやって落ちてくるの。あ、それそんな外から聞いたいんですけどね。夏だし、でもここまで伸ばしたらって思っちゃうんだよな。ここまで伸ばしたら、ここまでせっかく伸ばしたんだからもったいないって思っちゃう。17歳までもう3ヶ月。やば、3ヶ月半か。いやもう7月も終わりますもんね。やば、早くない？普通にと思ったらもう5個しかないよ。フルーツがもう5個しかない。やばいやばいやばい、食べ過ぎ。17歳か。そうロングはね、そういろいろアレンジでさ、私めっちゃもったいないお化けなんですよ。あれなんかなんだろう、すごい優柔不断だし、もったいないお化け。わかる。一回あのバナナで
ホットケーキ作ったんですよ。カロリー低いって聞いて、でも私の口にはマジで合わなくて、どうしようと思って一口食べた時点でもうやばいってなって、どうしようって思ったんですけど、いやでももったいないと思ってちゃんと全部食べたもん。多分作り方が悪かった、砂糖そんな入れてなかったからバナナ自体の味になっちゃって、バナナは大好きなんですけど、なんかバナナ自体がその味になるのが嫌で、伝わる？わかんないね。素朴な質問、好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物は、なんだろうな。好きな食べ物か。あ、でもフルーツは好きだし、好きな食べ物難しい。まあえのきはまあ安定に好きですよ。安定に好きですよ。あとチーズ系も好きだし、お肉も好きです。ホワイトチョコはもうね食べ過ぎて飽きちゃったんですよ。それが1年前ぐらいにホワイトチョコ来て、もうずっと食べてたんですね。まあ案の定太って、でそっから控えてたらホワイトチョコあんま好きじゃなくなったんですよ。一回ある、あのね、私も一回、まあ、めっちゃ昔なんですけど、あの黒砂糖わかる？なんか茶色の砂糖をが好きで、もう超ちっちゃい頃、だから小学校1年生2年生ぐらいに食べてたんですね。黒糖だ、黒糖でちまちまこうやって食べてたんですよ、親に内緒で。食べてたら嫌いになったの、食べ過ぎて。もう味に飽きちゃって嫌いになりました。アーモンドフィッシュも終わったね、食べ過ぎた。本当にアーモンドフィッシュはそんなカロリーなかったから たくさん食べてもいいやって思ってたけど、限界がありますねやっぱり。アイスは好きだよ、アイスは好き。アイスって何個も食べれないじゃん、一気に冷たいから。今のブームは何？今のブーム？今ブームか？なんだろう。ブーム？ブーム？ブームか、なんだろうな。ブームってなんだ？ブームか。これちょっと大きいんだよな。思った。サイズが大きいんだ。よし、きつくして。ハマってることかないな。強制的にハマってることは掃除かな。そう、今自分の部屋なんですけど、まあ、綺麗じゃん普通に。ここだけ見ればこっち側本当に汚いんですよ。なんかさ、片付け方本当に私多分下手くそで、畳むはいいんですけど、その畳み方が多分めっちゃ場所取る畳み方してて、でもうタンスに入らなくて全部やばい。こないだのそのリモート握手会
リモート握手会だっけ、リモート握手会だっけ、リモートお話し会みたいなの。でもみんなに言われた、掃除しすぎじゃないって。そうだから本当に、え本当にそれなって、自分でもね会ってはいるんですけど。でもお兄ちゃんの部屋隣なんですよ。でお兄ちゃんが自分の荷物をこっちに置いてくるんですよ。それがちょっとねやばいよね。あ、目の前に須田さんのあのクッションがあります。取ってこようか、須田さんのクッションがあります。いや本当にあのどういう格好してんの、アイドルらしかなの格好してる。よいしょよいしょ。こちらに須田さんのクッション、よいしょ。いますね。これはもう貴重に扱ってます。いつも一緒に寝てるの、それは違います。そう、自分の部屋 の別の場所にベッドがあるんですよ。そう、これはもう飾ってるって感じですね。残り3つ。私この最後のこのね、このなんていうの、汁みたいなジュースみたいなのが好き。もったいないから、捨てるのはもったいないじゃん。そう、ここでもったいないなんちゃらが出ちゃうんですよね。わかるよね、わかるよね、みんなわかるよね、みんな一緒だね。よかった、私だけじゃなくてみんなにさ、うわっ、ゆけてんケチみたいな思われたらどうしようって思ったけど、わかるよね、わかる。私も本当にここ好き。ちょっとちまちま食べることにしました。急な大きな声ごめんなさい、嬉しくて。これはリンゴです。ハムスターみたいハムスターみたい。最近あのベンちゃんとポンちゃん2匹飼ってるんですよ、ハムスターを。でそのベンちゃんだけ、ポンちゃんは小屋がもうポンちゃん用に作ったんですよ、小屋を。だけどベンちゃんはあの買った市販のやつを使ってたんですね、前までと使ってたんですけど、なんかその市販のやつはめっちゃかじるんですよ、ケージを。そうかじっちゃって、もう夜中ガリ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 めっちゃうるさいんですね。そうだからもうあの作ったんですよ、この間お母さんが作ったっていうか前も作ったんだけど穴開けちゃってみたいな、それでまた改良してまた作ったんですけど、だから最近はうるさくないから。そう、うるさい時は私の部屋にこっちに置いて、ここだよここにいなさいってやってるんですけど。そう、ハムちゃんはねベンちゃんポンちゃんに限らずかじりますね、普通に。めっちゃ元気ですよ、めっちゃ元気。脱走する？ベンちゃんはしました。あ、ポンちゃんだったっけな、どっちだったっけな、
めんちゃんだったけどな、どっちかしましたね、脱走。噛まれたら痛い、あの甘噛みぐらいです、甘噛み。まあでも血は出ますよ、血は出るけど甘噛みなんです。みんなもぜひハムちゃん飼ってみてください。本当に可愛くて癒されるので。たまにあのツイッターとかでハムスターについて調べるんですけど、めっちゃ可愛い、めっちゃ懐いてるハムスターとかいるんですよ。でもなんか一緒に寝てるみたいな、やばくない？一緒に寝れるってなんだと思って、羨ましいなって思います。まあでも一緒に寝たらちょっと潰されそうで怖いから寝ないけど、この手の上で寝てくれてるハムちゃんとかいて、あ私のベンちゃんポンちゃん無理でしたね、悲しい。ラストでするの、これちょっと飲んだらちょっとあれかな、汚いかな。汚くないか別に。うん、大好き。ここ大好きなんですよ、この一番最後に一番好き、ミックスジュースだもんだって。はい、ごちそうさまでした、美味しかった。ご飯の時間があるので7時ぐらいかな、終わります。あゆかのフリーターについておめでとう、この間あのあゆかのフリーターおめでとうって直接言いました。あゆかのフリーターおめでとう、直接あゆかにフリーターおめでとうって直接言いました。それです、おめでとうだよね、本当に、うん、すごいと思う。でもあゆかで私はいいと思います、いいと思います、すごい上からみたいになっちゃった、違いますよ、あゆかがすごいふさわしいと思います。日本語難しい。さあのあゆかぴょんがまあ副リーダーになるっていうことが発表されるちょっと前ぐらいに教えてくれたんですけど、そう知ってた、だからもうすごいなと思って頑張ってねって。あーちゃんいずれはキャプテン目指してる、え、そうなの？キャプテン目指してんの？そうなの？そうなんだ、頑張って頑張って、それは頑張って。まあでもね、7日でももうこう若手ではないので、多分引っ張ってね、うん、いけたらいいなと思いますよね。6年目なの？そうか、6年目って、まあでもまだまだ若いんで、メロディーズみんな、最近何があったっけ、何だったっけな、忘れちゃった、何とか忘れちゃった、触れちゃった。公演あったし、握手会もあったね、握手会っていうかね、あったね、あったあった、あ、よしよし。公演はまあやりましたね、そう、
1回目私出てなくて見たんですよ、その DMM で。でめちゃめちゃやっぱパワーもらいましたね、途中からだったんですけど。そう、あすごいはい、オッケー、オッケーじゃない、オッケー、オッケー。そう、めっちゃ楽しかったんですよ、見てるだけでも。だけどやっぱ出たいなって思ってたから、やっぱ出れてよかったですね、すごい。そうで、まあ覚え直すのが結構ね大変。そう、キュンですになってた、キュンですになってた。覚え直すのが結構大変だったんですけど、まあでもまあ、みんなやってるので、みんなやってることなので。そうでも楽しかったですね、やっぱ覚えることって。うん、ちょっとなんか帽子、やっぱ前髪がずっと長いんですよね、ほら。さっき巻いたのに。やばくない？ちょっともう最悪。今日さっきちょっと外に出て、そう、これ買いに行ったんですよ。このなんていうんだっけ、フルーツ。買いに行ったらこんなになってしまった。ちょっと雨降ってたんですよね。はい、はい、ガサガサ。そう、お兄ちゃんが今外へ出ました。鍵を借りました風吹いてる、風吹いてる。キャップない方がいい。よかった。楽しかったな。また出たいですね。その6人だからソロパートとかも多かったし、2人で歌うとこも多かったし。髪の毛がゆらゆらしててかわいい、ありがとう。また見たいし、また見たいじゃない、また出たいし、早くね、ファンの人をお客さんに入れて、私たちも16人全員揃って立ちたいな、また。うん、これの後、エゴサとかした？もちろんしてますよ。もちろんします。もちろん。ハッシュタグでも調べたし、朝優香でも調べたし、優香たんでも調べた。私結構見てますよ、みんなだから、なんかつぶやいてね。あとあれだね、握手会もね、早く再開したいですね。がっつりしてますね、がっつりしますよ。カタンでつぶやけばバレない、カタンでつぶやけばバレないっていうのでもうバレてますもうバレてます。オンライントーク会はめっちゃ新鮮だったけど、でもなんかファンの人もみんななんか結構あれかなと思ったの、やっぱみんな緊張してくるのかなと思ったけど、あ、よーみたいな感じだったから結構楽しかったです。やっぱさ、そのまあ合ってるけど、まあ、オンライントーク会、現地でオンラインだから、そのズレとかもあるんですよ。そのなんだろう、会話のズレとか、イヤホンだから。そう、でもみんなね、てか、あ、この方愛知なんだっていうのがあったね、結構。久しぶりでガチガチだった。嘘、
もうなんかさ、最初の方だけだけど、私はもうこっち聞こえないから、もうあのこっち無視してもこっちで話そうってだ、大声で。そう、しかもなんか真ん中に柵があるんで、そのこう話しても、その直接、そのなんていうの、なんとか感染、飛沫感染、き、なんだったっけな、なんとか感染、なんとか末感染、飛沫感染だ、もしないから、まあ大丈夫だったんですけど、ね、会えて嬉しかったね。やっぱ直接会えるっていうのがやっぱ一番大きいなって思いました。またやりたいですね。そうそうそう。最近もね増えてきてますから、本当にみんなも本当に気をつけてください。なんか本当にちょっとしたことで、ちょっとしただから今日ちょっと出かけてみようっていうだけでも、まあ、東京、今名古屋、愛知も増えてるし、大阪も増えてますもんね。いや本当にちょっと、まあなんだろう、寄り道をなくすぐらいでもね減ってくると思うから、第2波本当に怖いから、みんなで防ぎましょう。私はすごく元気です。そうね、東京のでその感染したしてしまった方が、もう自分が感染してると知らずに他のとこに行ったりとかしちゃうとね、また感染がね広がっちゃうからね。まあでも仕事とかだと本当にしょうがないよね。うん、今もさ緊急事態宣言出てないからね。まあみんなで防ぎましょう。ゆかちゃん会いたい。すごい顔しちゃった。それなーって顔です、今それなーって顔してる。そう、いつもよりもあのレーンも広かった、超広かった。あんまなんか個室にならないように、いつもだったらそのあの縦みたいな板みたいな一個あるけど、それもなくて、まあ、多分広い、なんだろう、空気をね入れ替えようっていう感じだったんだろうなって思います。みんな的にはどうだったんだろう。まだねきっとあの他の地域で来れてない方もいると思うけど、開放的だった。楽しかった、意外と変わりなく。確かに全然違和感なかった。確かにやっぱ顔が見れるだけね嬉しいよね。私も嬉しかった。隣メンバーの会話ももう全然めっちゃ聞こえたよ。あのカノだったんですよ、隣がカノだったんだけど、カノのねファンの方の声も聞こえるから、ちゃんとこうどっちの声もいつもは聞こえないのに、あの結構そのモニターだから結構大きい声で出るから、どっちも。そうだから結構会話を聞いて一人で笑ってたりとかしてた。そう、それの逆パターンもあるからね、カノが私のファンの方と私の話を聞いてたっていうのもある、あった。楽しかったですね。
あれあの人私のファンじゃ、あったあったあったよ、あった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 、もう本当に全開なんですよ。でそのなんて言うんだろう、まあ、広いけど遠くまで見えるから、いつもはさこの柵があるから見えなかったけど、ちょっとねファンの方気をつけた方がいい気をつけた方がいいよでも私ちょっとね心穏やかになった気がする。前はやっぱなんだろう、あ言ってるはってなってたけど、今はあいあ待って一緒だわ一緒だった一緒だった一緒だった、前はでもねその SKE ビンゴ見てくれた方は分かると思うけど、あんな感じだったんですよ本当に。あんな感じ、でも最近結構嫉妬心もなくなり、あんま面倒くさい感じもなくなり、結構穏やかじゃない結構穏やかな気がする自分、直感だと自分のね感覚で。まあ大人になったんだよね、物事が穏やかに見えてくる、穏やかじゃない物事を冷静に考えられるようになった。ゆうかちゃんのことが気になってるんだけどどうしよう、カモンカモンめんどくさい浴衣もいいのに、まあ大人の浴衣もいいでしょ。でもまあこうして大人になっていって年を取っていくんだな。多分見てくださってる方大半が私よりも年上の方ですよねそんな中で私がこんなこと言ってはいけない。いやでさっきからずっと思ってたんですけど、このショールームの画面のこっち側かなのこの夜景めっちゃ綺麗じゃないですか。これこれこれこっちかな、わかんない、めっちゃ綺麗だなって今さ夜景とかその外にまず出れないからめっちゃ綺麗だなーって見てましためっちゃ話変わるめっちゃ話変わっちゃった。え見えない、嘘、そう下からパーパーって黄色青ピンクオレンジ紫赤緑めっちゃ綺麗じゃない、めっちゃ綺麗じゃん。雪見えないんだ、嘘、そっか見れないか、そっか私はいつも思った、あ横向きだったら出るね、そうそうそう、パソコンも見れるんだ、確かにいつもさショールーム、あそっかそうだ、綺麗。ミラーボール見えてないのかな、え見えてない、ミラーボールそんなのある、これ どうやってさ、これあこか、ミラーボール見えてないよ、すごいみんなリフトありがとうありがとう、アニメーションオフにしてる？アニメーションオフって何？みんなさ、詳しすぎない？詳しすぎないかい？え、今テレビで隅田川、隅田川だっけこれ？隅田川花火大会一番有名なやつだよね。見たい。
アニメーションオフとかあるの？いた。ちょっとここわかんないな。美肌モードしてる。これさ、あ、これか。え、設定。ちょっとよくわかんないからやめよ。はい。今何時頃なんでしょうか。私の予想だと34分。6時34分。48分だった。全然違った。あ、じゃああと12分ぐらい話しましょう。全然外れだった。体内時計めっちゃ私結構しっかりしてる。48だね。48 夏楽しみたいな。花火したいし、海も行きたいし、バーベキューもしたい。あ、私最近あの2じゃないよ、1たす1は2じゃない、東海ラジオさんの宣伝してますよ。もう今日はないか。今日土日はなくて月曜日。ちょっとね、宣伝の仕方本当によく分からなくて、ちょっと分からないんですけど、やってます。90回ですね。ちょっとね、よく分からなくて。え、180なの私。あれ90回じゃなかったっけ。え、180だっけ。嘘。あれ90回だよ。うん、90回90回だよ。90回。はじめました。まあ3ヶ月ということで。いや、360は違う。360は違う。いや、やばいよ。無理。とよけ毎回忘れがち。バレてた。バレてました。いつも忘れちゃう。頑張ります。本当にね、その毎日本当なんていうんだろうね、スマホのさ、あのアップルの人だったら分かると思う、あの iPhone の人は、あのね、スマホのあのアプリさ、いつも四角のやつこれ並んでるじゃないですか。それにしたもん、もうホームページを、そう、ホームに追加した。頑張ります。毎回でもでも楽しいですよ。苦じゃない、全然。まあ苦じゃないですよ、全然楽しいし、一言も追加してます。あと今9ぐらい、7ぐらい、6ぐらい、8ぐらい、ちょっとわかんないんですけど。ちょっとわかんないんですけど。やばー。頑張ります。でも穏やかと一回やりたいですよね。だって私本家と対決してないんだもん。それでさ乗り換えてもよくない？
で私が90終わるぐらいほらあの3代目なんで、私めっちゃ弱いと思うんだよな。でも帽子から触覚がタコ寒いなみたいになってる。触覚がピヨ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 してる。ピヨピヨ、もう嫌だ。ナスみたいな、ナスみたいな、なんかナスのヘタみたいな。めっちゃ嫌だ、めっちゃ嫌だ。下を向いてくれ。オッケー。ちょっと前髪をねこの後切ろうと思いました。今日の配信を見て、見てというかやってみて、あの櫛が欲しいですね。私さ、この間櫛どこやったっけ、忘れちゃった。すごいナースの下手みたいな。前髪気になるよね。すごい私も気になって、湿気でもうね本当にダメになっちゃいました。外出たらダメだった。自分で切るの、いつも自分で切ってます。すごいぺっちゃんこになっちゃったよ。私でもこれ斜め前髪似合わないんですよね。なんか一時期流行ったよね、斜め前髪。このさ、もう斜めでこうこうしちゃうっていう、流行ったよね。脱ぐすと急に大人っぽくなる。嘘、一回流行った。ここでさ、ピン、これに、これ流行った。こういう、メイクのやつなんだけど、これこれで帽子かぶったら、なんかよくわかんないね。よくわかんないわ。やっぱこのさ、このあ、こんにちは、あなたは誰、あなたもこっちに仲間いるね。よかった。 OK。 俺もうボサボサになっちゃいましたね。でもこういうさ、なんか JK いるよね。こういう、なんだろう、制服着てさ、いるよね。以上、明日さん今日すごい、なんかあ、やっぱこのキラキラがやっぱすごいんだね。このキラキラがキラキラしてる。幼いな、なんか顔が幼いです。ゆかさんも JK だったような。私も JK です。私も JK でした。眉毛綺麗、ありがとう。そんなことないけど、ふわさん、ふわさん、ふわちゃん、こんな感じだよね。わかる。このさ、高いとこでついてるっけ、なんかこういうのしてるよね。顔はやっぱ動画なんだな。
も最近あんま高いツインテールとかしなくなったから、しなくなったもんね。お団子もしたことない。やっぱここで、ここでお団子。高いツインテールはもうねハードルが高い、私には。高いツインテールだけにもうね、この高さでハードルの高さも上がっていく。こんくらいはまだ低い、ハードル低いけど、もうどんどんこうなってくるともうやばい。このさ、前もこういうなんかクマさんいや、めっちゃやってた。一時期めっちゃやってたよね、私。クマさんハマってたわ、懐かしい。クマさんみたいな、もうクマさんみたいなやつハマってた。なんだったっけな、多分すみれさんがそれを好きって言ってくれてて、でも卒業したして、すみれさんが卒業した後もやってたよね。音玉やったね。やったわ。もうね、丸が3つみたいな。音玉は須田さん、そう、須田さんが決めてくださったんですよ。音玉ね、本当だったら今年もあったのかな、まあ、いつかのね話ですね。もう1年前か、やばいね。音玉イチャイチャしてたな、懐かしい。 MC も楽しかったし、私音玉で反射的スルーができたのが本当に嬉しくて、あの曲、私 SKE 史上多分一番好きな曲なんですよ。うん、他にもね好きな曲たくさんあるんですけど、もう群を抜いて、まあ群を抜いたら3つ好きな曲があって、その3つの中のもう1つ、まあ、しかも、もう上の方、超好きなんですよね。いい曲だよね、本当に嬉しかった。あと奇跡の流星群も好きなんですよ。やったよね確か。だからそのセットリストが神すぎて、自分の中で奇跡の流星群もその私の大好きな3曲の中に入ってて、7時、マジ、いや別にいいんですよ、いいんですけど、あ、科目もね、そう大好きなんです。あのね、なんか、うん、夕日とともに奇跡の流星群イコール私のなんか夕日なんですよ。流星群もう毎日聞いてる、私昨日も聞いた、寝る前に。すごい好きです。反射的スルーはそのまあ大人も思い出すのもあるし、もうあのラブクレッシェンドのみんなの声が好きです。そう、揃った声が好き、大好き。流星群ダンス難しい、あ、もしかして覚えてますか覚えてるんですか流星群ダンス。まあでも、ああ難しい、難しいわ。うん、イントロとかそのさ、こう動くんですよ。十字架にエゴさんが確か真ん中にいて、こう動くんですよね。私は最後サビ大サビかな、愛の告白じゃなくのとこが好き。がその好きですね、最高。そうなかった覚えて、覚えば
こんなこんなで話をしてたら1時間ぐらい経ちましたので、そうですね、皆さん見てくれてありがとうございました。はい、ということでみんなありがとうございます。こんな配信を見てくれて久々でしたが、楽しんでもらえたでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイバイバーイ。こんな急に終わっちゃって、あ、そっか、そうだね、ランキング読めないんですよ、ごめんなさい。みんなでもちゃんともう見ます、こうやって見ますよ、見てますよ、見ますよ。はい、オッケー、ありがとうございます。バイバーイ。